今の音、雷が落ちたのか。知るか。雷雲の匂いはしないと思うけど、刺激臭が強くなっててわからない。おい健次郎、そんなことはどうでもいいだろ。ボケっとすんじゃねえ。まだ鬼は残ってんだ。あ、分かってる。行こう。あと俺は炭治郎だ。炭五郎。風向きが変わったからかなり鼻が効くようになってきた。これで鬼を見つけやすくなる。体は大丈夫か、伊之助。これ式の傷なんともねえよ。少しも痛くないね。そうか、伊之助はすごいな。当然だ、俺は強えからだ。次は誰だ、あの小さいやつか。誰でもいいからかかってこい。ちまちまと一人ずつ倒すのはめんどくせえ。おい鬼、俺はここだぞ。さっさとかかってきやがれ。ちくしょう、誰も襲ってきやがれ。伊之助、こんな状況でも行け。伊之助、来るぞ。ぶった切ってやるぜ。なんだこいつ、顔が変だぞ。変な顔してやる。雲だ、雲の顔をしている。俺の家族に近づくな。負けばかんねえぞ。せざれ。この鬼、正気を保っていないのか。おっと、暴れ。ってなんて頑丈な野郎だ。大丈夫だ、少しは効いてる。このまま攻撃を続けよう。前に言われなくともどうするつもりだ。そうか、頼りにしている。次から親分と呼べよ。弱ってきてんのか、そうじゃないのか、どっちだ。わからない、表情が読めない。だけど攻撃の手は緩めるな。奴が大きな隙を見せるまで攻撃を続けるんだ。俺に指図すんじゃねえ。なんの、待て、水くれ。水くれ。次から親分と呼べ。水くれ。次から親分と呼べ。みなぎってきた。首を。
だろう！伊之助！死ぬな！俺が戻るまで死ぬな！そいつは蹂躙気づきだ！俺が戻るまで死ぬな！死ぬな！絶対に死ぬな！くそ！あいつどこ行った？てめえ何してやがる！そうか、俺に恐れをなして震えてんのか。脱皮した！いや、でかくなりすぎだろ。やべえぞ、これは。敵からこれほどの圧を今まで感じたことがない。ダメだ、食ってねえ。俺は死ぬ、殺される。死ぬな！俺が戻るまで死ぬな！どのような時でも誇り高く生きてくださいませ。負けねえ、絶対負けねえ。俺は鬼殺隊の走りら伊之助だ。かかってきやがれ、ゴミクソが。なんか俺が近頃にしてやるな。この木は砕いてくれ。この木は誰と。
水の呼吸、死の型、復讐。だろうか。あいつか。すげえ。格が違う。人たちの威力が違う。天地ほど差がある。すげえ。すげえ。すげえ。なんだこいつ。ワクワクが止まらねえぞ。おい、俺と戦え、ハンハンパオリ。あの銃に気づきにお前は勝った。その前に俺が勝つ、そういう計算だ。そうすれば一番強いのは俺って寸法だ。修行し直せ、たわけ者。何？今のは銃に気づきでも何でもない。そんなこともわからないのか。わかってるわ。銃に気づきとか言ってたのは炭治郎だからな。俺はそれをそのまま言っただけだからな。なんだこれ、縛られてる。己の怪我の程度もわからない奴は戦いに関わるな。聞こえねえよ、早えんだよ歩くの。待てこらー。随分と飛ばされた。早く伊之助と合流しないと。待っていてくれ、すぐに戻るからな。伊之助、大丈夫だろうか。無茶してなければいいけど。姫、あっちだ。何見てるの？見せ物じゃないんだけど。何してるんだ？仲間同士じゃないのか？仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。それにこれは、僕と姉さんの問題だよ。余計な口出しするなら、刻むから。違う。家族も仲間も強い絆で結ばれていれば、どちらも同じように尊い。血のつながりがなければ薄っぺらだなんて、そんなことはない。それから強い絆で結ばれている者には信頼の匂いがする。だけどお前たちからは恐怖と憎しみと嫌悪の匂いしかしない。こんなものを絆とは言わない。まがいもの、偽物だ。なんて言ったの、お前今なんて言ったの。すごい威圧感だ。空気が重く濃くなった。伊之助、ごめん。頑張ってくれ。もう少し。この鬼を倒したらすぐ行くから。必ず助けに行くから。何度でも言ってやる。お前の絆は偽物だ。お前は一息では殺さないからね。
ズダにした後で刻んでやる。でもさっきの言葉を取り消せば一息で殺してあげるよ。取り消さない。俺の一部とは間違っていない。おかしいのはお前だ。間違っているのはお前だ。そう、それなら初めに言った通り、お前はズタズタにして刻んでやる。油断するな、油断するな、油断するな。少しも油断するな。相手の動きから目をそらした。せい、せい、本気なの。バラバラに刻んであげる。もう一度、えっ、えっ、ねじれ撃て。水ぐるま。はっ、ガイだ。と、こっちだ。はっ、待て、まだまだ。もう消えて。おっと、おっと。待て、やっと、こっちだ。バラバラに刻んであげる。うわっと、バラバラに刻んであげる。待て、ゴリラ、こっちだ。お前死んでくれ。まだまだ。俺がくじけることは絶対にない。やれやれ。ふ思ったより頭が回るやつだ。恐怖にひるまない。水の呼吸一の型。まあ関係ないけどね。みなもぎれ。刀が折れた。信じられない。この子の操る糸はこれまで切ってきた鬼の体よりもなお硬いのか。避けきれない。ネズコ、ネズコ、兄ちゃんをかばってごめんな。背負っている箱から女の子。でも気配が鬼だわ。兄弟か。だったらなんだ。兄弟、兄弟。妹は鬼になってるな。それでも一緒にいる。ルイ。妹は兄をかばった。身を挺して。本物の絆だ。欲しい。ちょっと待って。待ってよ、お願い。私が姉さんよ。姉さんを捨てないで。うるさい、黙れ。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。いつも、どんな時も。待って。ちゃんと私は姉さんだったでしょ。挽回させてよ。だったら今山の中をちょろちょろする奴らを殺してこい。そうしたら、さっきのことも許してやる。わかった。殺してくるわ。坊や。話をしよう。僕はね、感動したんだよ。君たちの絆を見て、体が震えた。この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも君たちは僕に殺されるしかない。悲しいよね。そんなことになったら。だけど回避する方法が一つだけある。君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば、命だけは助けてあげる。何を言ってるのかわからない。
君の妹には僕の妹になってもらう。今日から。そんなこと承知するはずないだろう。それに、禰豆子は物じゃない。自分の思いも、意志もあるんだ。お前の妹になんてなりはしない。大丈夫だよ、心配いらない。絆をつなぐから、僕の方が強いんだ。恐怖の絆だよ。逆らうとどうなるか、ちゃんと教える。ふざけるのも大概にしろ。恐怖でがんじがらめに縛りつけることを家族の絆とは言わない。その根本的な心得違いを正さなければ、お前の欲しいものは手に入らないぞ。鬱陶しい。大声出さないでくれる？合わないね、君とは。禰豆子、お前なんかに渡さない。いいよ別に、殺して取るから。俺が先にお前の首を蹴る。威勢がいいな。できるならやってごらん。十二気づきである僕に勝てるならね。加減の五。やっぱりこの強さ、この子が本物の十二気づき。家族、父には父の役割があり、母には母の役割がある。親は子を守り、兄や姉は下の兄弟を守る。何があっても、命を懸けて。何のことだ。僕はね、自分の役割を理解してない奴は、生きている必要がないと思っている。お前はどうだ？お前の役割は何だ？お前は僕に妹を渡して消える役だ。それができないなら死ぬしかないよ。勝てないからね。糸は簡単に切れない。どうする？折れた刀身で、あの子の首が糸より硬い場合。嫌な目つきだね、メラメラと。愚かだな。もしかして勝つつもりなのかな。禰豆子！うるさいよ。このくらいで死にはしないだろう。鬼なんだから。落ち着け。感情的になるな。集中しろ。呼吸を整えろ。ふん。恐れるな。奴の懐に入って首を切るんだ。そして禰豆子を助け出す。禰豆子、少しだけ待っていてくれ。絶対に兄ちゃんが助けてやる。本当に嫌な目つきをする。僕はとことん苛立たせる嫌な目だ。殺す。安心していい。君がいなくなっても妹は僕がちゃんとしつける。従順になる。しばらく失血させる。それでも言うことを聞かないなら、日の出まで突っ込むにして少し歩む。そうすればもう僕に逆らおうとしないだろう。これで絆は完成だ。お前の言っているのは絆じゃないと言ったはずだ。お前の言っていることは縛りだ。何もかも間違っている。間違っているのは、お前も僕を苛立たせるお前の存在だ。焼き詰め。それ水切れだ。船は折れている。でもそんなこと関係ない。
呼吸竜の肩。無駄だよ。このまま距離を詰めていけば。ねえ、糸の強度はこれが限界だと思ってるの？血気術黒白。もういいよお前は。さよなら。この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。炭治郎、ほら、お父さんの神楽よ。うちは火の仕事をするから、怪我や災いが起きないよう、年の初めは火の神様に舞を捧げてお祈りするのよ。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？あれは肺が凍りそうだよ。息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。正しい呼吸ができるようになれば、炭治郎もずっと舞えるよ。寒さなんて平気になる。火の神神楽。全部こいつ。走れ炭治郎、走れ。生きているように動く糸。瞬きをする間もなく、もう新しく糸が張られた。もし今一旦引いたとしても、水の呼吸から火の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。おそらく俺はこの後すぐに動けなくなるだろう。だから今この瞬間は逃せない。肺を、足を、全てを出し切れ。進め、前に進め、前に進め。やれやれ。待て、見えた、月の糸。ネズコ、起きて。ネズコ、今のネズコならできる。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。技術バケツ。わかる。だが僕の首は糸より硬い。切ることはできない。俺とネズコの絆は誰にも。引き裂け。
けない。父さんが助けてくれた。家に代々伝わる神楽でなぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てた、勝てたよ禰豆子。目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか、早く回復しなければ。俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。あ、血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった？僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先に。もういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て！早く立て！呼吸を整えろ！急げ！早く！何の未練もなくお前たちを刻めるよ。血鬼術、あやめかご。焦るな、息を乱すな。落ち着け、落ち着けば。腕が上がらない。そうだ、俺は毎日毎日父と母が恋しくてたまらなかった。偽りの家族を作っても虚しさが止まらない。結局俺が一番強いから誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて必死で手を伸ばしてみようが届きもしないのに。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。暖かい日の光のような優しい手。人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ、自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。お前も。あら？どうして
して邪魔をするんです？富岡さん、鬼とは仲良くできないって言ってたくせに何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ああそれすみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。坊や。あ、はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。まあそうなのですか、かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ対立違反なのでは。富岡さん、ああそうだ、あの時俺たちが出会った人だ。禰豆子が鬼になって右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん、そしてまたここでも助けてくれた、感謝しかない。体中が痛い、苦しい、痛いと叫びたい。でも我慢だ。足を止めるな、体を動かせ。少しでも遠くへ。富岡さんのこれは対立違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか？なんとかおっしゃったらどうですか？あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか？嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます？伝令！伝令！炭治郎、禰豆子、両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。炭治郎および鬼の禰豆子、拘束し本部へ連れ帰れ。炭治郎、額に傷あり、竹を噛んだ鬼、禰豆子。あなた禰豆子？額に傷がある。よし、拘束だ。ほらさっさと行くわよ、他のみんなも撤収し始めてる。この山での戦いは終わったのよ。